ナグハマディ文書とは、ナグハマディ文書は1945年にエジプト南部ナグハマディ村で発見された13の比較聖写本に書かれた52のキリスト教文書群です。4世紀頃に書かれたと考えられており、グノーシス主義と呼ばれる初期キリスト教の一派の思想を知る上で重要な資料です。ナグハマディ文書の内容は多岐にわたりますが、以下のような特徴があります。正統派キリスト教とは異なるイエスキリスト像や世界観が描かれている、女性の聖職者や指導者が登場する文書がある、隠喩や神秘主義的な表現が多く使われているなどです。これらの文書はキリスト教の多様性や初期キリスト教思想の複雑さを示すものとして重要な価値を持っています。ナグハマディ文書の発見は20世紀最大の考古学上の発見の一つとされています。それまでは正統派キリスト教の歴史しか知られていませんでしたが、これらの文書によって初期キリスト教には様々な思想が存在していたことが明らかになりました。ナグハマディ文書は現在も研究が続けられており、キリスト教史や思想史、宗教史など様々な分野に影響を与えています。ナグハマディ文書の参考となる書籍には、新約聖書外典ナグハマディ文書小岩波文庫、禁じられた福音書、ナグハマディ文書の解明制度者などがあります。ナグハマディ文書についてもっと詳しく知りたい場合は書籍をお読みください。